55からの竹の子生活。日経225先物ミニとジョギングとポケゴー散歩の2021年11月報告です。日経225先物ミニは10月末の楽天証券証拠金残高が147,832円で、11月末の証拠金残高は136,028円でしたので。 11月の取引はマイナス11,804円でした。なお、2019年7月の取引開始からはマイナス163,958円です。11月の日経先物のは29,500円から上下とも500円のほぼ動きなしから、最後の3日間がオミクロン株でマイナス約2,000円。投資主体別では11月19日までは皆の動きが小さかったです。 材料はいろいろあったが動きは小さくオミクロン株情報だけ大反応さて私がマイナス11,804円となった理由は材料に反応しない相場でエントリーの決断ができず4回だけしたエントリーさえ決断が遅かったため12月の取引方針はこの6ヶ月連続マイナスの結果を受け月間のマイナス上限を2万円から1万円に縮小し 11月と同様にエントリー回数を減らし、負けても1万円だからとエントリーを即決したい。次に11月のジョギング報告です。10月末時点では1045.4キロ走行で、11月末では1125.7キロですから80.3キロ走行。80.3キロ割る5 3 5キロイコール15日走行です。 目標の30分 ×15 日をぴったり達成今が最適な負荷で回数や速度を上げる余裕はないため12月の目標は2日に1回30分を継続し5.3キロ ×16 日イコール84.8キロです最後にポケモン GO 散歩は10月末時点で2018.3キロで11月末では 2 0 8 6 1キロで10月は6 7 8キロ歩行目標は4キロ× 1時間 ×15 日イコール6 0キロなのでこちらは約2日多く達成この相棒のヤドンの進化条件のエスパー30匹捕獲は大変でした12月の目標は2日に一度を継続し4キロ× 1 5日イコール6 0キロですご視聴ありがとうございます終わり